ザッカリー・マシューロスカップは、アメリカ合衆国オレゴン州クラカマス郡、クラカマス出身のプロ野球選手。左投げ右打ち。MLB のコロラドロッキーズ所属。2009年の MLB ドラフト28巡目で、タンパベイレイズから指名され、6月22日に契約。契約後、参加のアパラチアンリーグのルーキー級プリンストンレイズで、プロデビュー。 10試合に登板して3勝4敗、防御率2.68、27奪三振を記録した。2010年は、ルーキー級、ガルフ・コーストリー・グレイズで3試合に登板後、A-9 ハドソン・バレー・レネゲーズへ昇格。9試合に登板して3勝1敗1セーブ、防御率3.03、35奪三振を記録した。2011年1月8日にブランドン・ガイヤー、サムファルド、 ロビンソン・チリノス、クリス・アーチャー、ディ・マナブ・シュートのトレードで、マット・ガーザ、フェルナンド・ペレスと共にシカゴ・カブスへ移籍した。この年は、参加の A 級デートナ・カブスでプレイし、11試合に、登板して4勝2敗、防御率2.54、50奪三振を記録した。2012年は、ルーキー級アリゾナ・リーグ・カブス、A 級ピオリア・チーフス、A 級テネシース・モーキーズでプレイ。 AAQ テネシーでは11試合に登板して0勝1敗、防御率4.84、19奪三振を記録した。2013年は AAQ テネシーで開幕を迎え、37試合に登板。2勝1敗3セーブ、防御率2.49、19奪三振を記録した。8月にトリプル AQ アイオワカブスへ昇格。9試合に登板して0勝1敗。 防御率0.00、6奪三振と高騰した。9月3日にカブスとメジャー契約を結び、同日のマイアミマーリンズ戦でメジャーデビュー。3点ビハインドの6回表1種から登板し、0.2回を無安打無失点1死球に抑えた。この年メジャーでは10試合に登板して、防御率1.35、7奪三振を記録した。二千十四年三月三日に、 カブスと一年契約に合意。3月18日にトリプル A 級アイオワへ移動し、そのまま開幕を迎えた。4月16日にニューヨークヤンキースとのダブルヘッダーでロースターの枠が拡大されたため、メジャーへ昇格。ヤンキース戦に登板し、翌17日にトリプル A 級アイオワへ降格した。4月24日に再昇格。 4月29日のシンシナティレッツに登板し、無失点に抑えたが、5月3日に、ジェイク・アリエータが、故障者リストから復帰したため、トリプル A 級アイオワへ降格した。5月7日にペドロ・ストロップが、故障者リスト入りしたため、最小格。2試合に登板し、いずれも無失点に抑えていたが、5月14日に、左肩の故障で15日間の故障者リスト入りした。 6月14日に故障者リストから外れ、トリプル A 級アイオワへ降格した。7月11日に最昇格。3試合に登板したが、計2回を投げ、防御率22.50と結果を残せず、7月20日にトリプル A 級アイオワへ降格した。この年は18試合に登板して1勝0敗、防御率9.45、21奪三振を記録した。 2015年は33試合に登板して2勝1敗、防御率4.39、29奪三振を記録した。2016年はスプリングトレーニング中の2月25日に左肩を痛めて60日間の故障者リスト入りすると1年間復帰できずに全休した。オフの12月2日に FA となったが9日にマイナー契約で再契約し、 2017年のスプリングトレーニングに招待選手として参加した。2017年の開幕は AAA 級アイオワで迎えたが5月22日にメジャー契約を結びアクティブロースター入りした。6月22日にリーフとなった。2017年6月26日にマットカラシティとのトレードでコロラドロッキーズへ移籍した。2018年7月11日に ウェーバー工事を経て、ロサンゼルスドジャースへ移籍した。オフに FA となった。2018年12月20日にシアトルマリナーズと1年のメジャー契約を結んだ。2019年5月17日にディーフとなった。2019年5月23日にウェーバー工事を経て、トロントブルージェイズへ移籍した。5月28日に d フとなり、6月1日に マイナー契約で参加の AAA 級バッファロー・バイソンズへ配属された。6月3日に FA を選択した。2019年6月12日にドジャースとマイナー契約を結び、参加の AAA 級オクラホマシティ・ドジャースへ配属された。6月27日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。7月15日にリーフとなり、20日にマイナー契約で トリプル A 級オクラホマシティへ配属された。2019年7月29日に、金銭トレードでセントルイスカージナルスへ移籍した。メジャー昇格はなく、参加のトリプル A 級メンフィスレッドバーズでプレーした。9月30日に FA となった。2020年1月31日にロッキーズとマイナー契約を結んで、スプリングトレーニングに招待選手として参加することに、 なったと報じられ、2月24日に正式公示された。その後、6月27日に自由契約となった。2020年7月、独立リーグである、コンステレーションエナジーリーグに所属する、シュガーランドライトニングスロセスと契約を結んだ。同球団では11試合に登板して2勝0敗、防御率0.71、21奪三振を記録した。 2020年8月25日にロッキーズとマイナー契約を結んだ。オフの11月2日に FA となったが12月11日にマイナー契約で再契約を結んだ。2021年は5月のマイナーリーグ開幕から参加の AAA 級アルバカーキアイソトープスでプレーした。7月16日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りし、 翌17日のドジャース戦で2年ぶりのメジャー復帰登板を果たした。ありがとうございます。